どうも。大変久しぶりな楽園の素敵な巫女姿の私だ。まず最初に言っておこう。前回私はめでたしって言ったな。終わると思ったか？喜べ。あれは嘘だ。虚偽の容疑で逮捕します。せっかくナレーション役に戻れたんだから書き回そうとしないで。サンティングが役に立たないので私が直接参った次第です。あいつらのお前だったんかい。モリア神社は妖怪山の上の方にありますからね。そっちの上かよ。へ。これではせっかくの計画が台無しです。また何か企んでんのか？ここに声かけしても拉致が開かないですし、悪人を逮捕の名目でうちの信者にしようとしたのに、ひどいと思いません。ひどいのはお前のクズっぷりだ。霊夢さんほどじゃないです。お前も一匹くらい言っちゃったか？やはり毒を持って猛毒を制するのは無理があったんでしょうか。誰が猛毒だって？ところで霊夢さんこんな空き家で一体何を？空き家じゃねえよ。ここ白霊神社。別とした私んちだ。でもここに差し押さえって。お邪魔してるよ。誰だお前、何勝手に人ん家に上がってんの？空き家だと思って。空き家じゃねえっつったぞ、とっとと出ていけ。でも食べ物も水もガスも電気も何もなかったよ。空き家だからだよね。いやいやいやかましいわー。いいからとっとと出ていけ。そう言わないでせっかくだから一緒に過ごそう。げげ、てんこ。なぜお前まで。軸足音に気に入られちゃって。天使様を誘惑するようなことをすればあんたを不幸のどん底に埋めてやるからな。いや私まだ質問しかしてませんよ。という感じで少々ストーカー気質というか、もうちょっと距離感を勉強させたくて、霊夢なんとかしてくんない？ひじりんとこにでも行け。そっちには今ジョーンがお世話になってるからご迷惑かなと。その気遣いを私にもしてくんない？モリアに入信すればそのような願いも聞き届けてみせましょう。それはなしで頼む。どんだけ嫌われてるんですかうちの主人たちは。一番はお前な。以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。